昨日午後5時の締め切りまでに伊藤さん以外に立候補の届けではなく無投票で5回目の当選が決まりました。災害に備え、そして子育て支援、健康長寿、地域の産業や文化の魅力発信、そして未来を見据えてしっかりさまざまなものに備えることができるいい町づくりをしていきたい。伊藤さんは現在57歳で、総務省を退職後、2008年から4期連続で倉敷市長を務めています。倉敷市長選が無投票になるのは、1967年に倉敷、児島、玉島の3市が合併して以降初めてです。